ベントンビルの戦いは、南北戦争の終盤カロライナ方面作戦の一部として、1865年3月19日から21日に、ノースカロライナ州のベントンビルで起こった戦いである。北軍ウィリアム・シャーマン少将と南軍、ジョセフ・ジョンストン将軍の間で戦われた最後の大会戦だった。ジョンストンは、この戦闘の圧倒的な敵兵力と自軍が被った。 比較的大きな損失に照らして、1ヶ月足らず後に、ダーラム駅近くのベネットプレイスで、シャーマンに降伏した。4月初めのロバート・イーリー将軍の降伏に続いて、ジョンストン軍の降伏は、実質的な終戦を意味していた。1865年の番頭から早春にかけて、シャーマンの北軍は、サウスカロライナ州を北上して、破壊の跡を残し、 前年秋の海への進軍の時の考え方を継続していた。3月8日、北軍はノースカロライナ州に入ったので、南軍が部隊を結集してその通り道を塞ごうとした。シャーマンは自軍を2つに割り、左翼はヘンリー・ W. ー・スローカム少将、右翼はオリバー・オ・ハワード少将に指揮を取らせた。2つの翼は3月13日から別の道をたどって、 ゴールズバラに向かった。南軍の石膏がこの両翼の配置を見て取り、ジョンストーンは北軍が再結合する前にスローカムの翼に南軍全軍を集中させようとした。南軍の攻撃はスローカム翼がベントンビルの1マイル南、ゴールズバラ道路を行軍していた3月19日に始まった。スローカムは目前の敵が騎兵隊だけであり、 南軍全軍ではないと確信した。このために、シャーマンにはベントンビル近くで一通りの抵抗にあっただけで援軍の必要はないと知らせた。しかし、午後になってゴールズバラ道路に沿った森から南軍の不評体が現れ、北軍の左側面を混乱のうちに交代させた。DH ヒル少将の指揮する南軍が北軍の交代した空間を埋め、 前線に残っていた北軍に対して盾車を始めた。激しい戦いの後で北軍に援軍が到着しヒタ隊の攻撃を止めた。戦闘は夜になっても続き、南軍は残っている北軍の前線を交代させようとしたができなかった。スローカムは午後の攻撃の間にシャーマンに援軍を要請した。ジョンストンはそのうちに、 勢力で負けてくることが分かっていたので、その左翼の部隊にミルクリークを渡って交代できる唯一の道を守らせた。ハワードの翼が3月20日の午後遅くに戦場に到着し、スローカム隊の右手に展開した。この日は軽い小競り合いのみが起こった。3月21日、北軍ジョセフ・エモワー少将がミルクリーク橋を守っている南軍左側面に対して、 まだ認められていなかった攻撃を始めた。モーアー隊は、都下地点から1マイル以内までたどり着いていたが、シャーマンが有無を言わせず交代を命じた。シャーマンの自助伝では、これが誤りだったことを認め、おそらくは、ジョンストン軍全軍を捕捉して、この時、この場所でその作戦を終わらせる機会を逃していたと、認めている。この時の南軍の損失の中には、 ウィリアム・ J ・ハーディの16歳の息子ウィリーも含まれていた。ハーディはモーワーの攻撃がある数時間前に息子が第8テキサス気兵隊に着くことをためらいながらも認めていた。夜の間にジョンストンは自軍にミルクリークを越えて撤退させ通った後の橋を焼いた。シャーマンは南軍にあまり注意を払わず追撃もしなかったがゴールズバラへの進軍は続けた。 南軍はノースカロライナで北軍に決定的な勝利をつかむ最後の機会に失敗した。この戦場跡はベントンビル戦場跡として保存されており、1996年に国立歴史史史跡と宣言された。ありがとうございます。